440万ドルもあるんだね。4億4000万ですね。さあ FIFA18 樹海をメッシより強くしていこう。どうなりました？あの樹海さん大活躍なんですよ本当に。マジっすか？点をめちゃくちゃ今決めてまして、前回ですね、はい、マンオブザマッチにも選ばれ、ノッティンガムフォレストから、入札を受けましたと。ノッチンガム？ノッチンさんじゃないや。ノッチンさんがオーナーわけじゃねえからこれ。でですね、まあ代理人が、まあ樹海さんの代理人はバディさんがですね、協議してくれてですね。週給1万5000ドルっていうことで、多いのか少ないのかっていうのはまず分からないじゃないですか。いやそうですね。で現時点の樹海さんのまず給料とかちょっと見ていきましょう。現在の給料が、週2000です。週1万5000、かなりアップです。7倍以上。これ一応ドルにしてるんで、お前川崎フロンターレから週20万ももらってるぞこの時点で。俺さらにもらうことになるのか。ってことは単純に週の給与が7倍以上になるってことだよね、はい、150万です。月600万ちょいぐらいですかね、月収にすると。この年でそれは調子乗るぞ。19歳ですから。やばいやばい。ということでじゃあ受け入れてもいいですかね。はい、行きましょう。じゃあ、うわ海外に行くのか俺。いいっすか、ノッティンガムフォレスト。はい、ノッチンガム。いやノッチンさんオーナーじゃねえから。最高責任者樹海サインしますよ。これで確認と。そうか、樹海で何リーグになるんだ。ノッチンさんはこちらのチームはプレミアリーグの1個下だから、うん、まあ J リーグでいうと J2 みたいなもんですね。まあ、だからプレミアへの道がちょっと切り開けるんじゃないかなと。いや熱いっすねこれは。ただ給料がやばいな、これ稼ぎもんだぞ。樹海強化させまくるぞもう。ここまで来たら。最も期待されるだって19歳のフォワード。ちょっと樹海のこのまずシーズン開幕前に詳細見ていきましょう、はい。給与の方が1万5000、うん、いやすごいで市場価格すごいねこれ。440万ドル。440万ドルもあんの俺。4億4000万ですね。すごいな、19歳4億4千万か。一応チームメイトがバーっている中で、うん、まあ樹海ね。痛い。わか、樹海だけ写真小さくねえか。見て。確かに。なんで樹海だけ小さいんだよ。サイズ間違えた。謎すぎる調整。で、こんな感じですね。うわやっぱ加速早いね。早いね。ダッシュも。スピード系、あと決定力もある。でシュート力が72。そういう感じでちょっと頑張りますわ。樹海をマジスーパースターにするわ。ということで、はい、バイ。バイ。はい、ということで、シーズン開幕で移籍初戦ですね。早速ちょっとスタメンに選んでくれたらしいので初めてやっていきたいと思います。おお、まさかの真ん中じゃんこいつ。いけんのかよ。開幕初ゴール狙っていくわ。いきましょう。本日の試合はノッティンガムフォレスト対アンジェ SCO のカードです。まあ、ちょっとトップリーグではないですけど、まあ多分プレミアね、オファー来るでしょう。どうかな。あーよーし。あー全然パスくんないじゃん。オッケー、初アシストきた。オッケー、ナイス。よしよしよし、ナイスバス。いいね。うわー惜しい。いい、追いつかれたか。よし走れ。ああ前半終了。さあ行きますか。よしカット。オッケー、いける。
いけ。めっちゃ惜しいじゃん今。いや追いつけるか。マジかよ、逆転された。あー危険。さあ裏出そう。よし繋がった。いけるか。わあ。よしまだある。さあチョン、さあここフリーになりたい。フリー、ん、お、ラッキーラッキー。さあここは、あー何それ。うわ高え。ナイス。おーマジか。いっけ、いってこい。まだあるよ。うわー無事抜かれたよ。あぶねー。ちょい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 。きついか。はい、ということで移籍後初戦初アシストでしたが負けました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。